审视大概一分钟。山西美女，大家好，我是上下直播间是星期二，所以是日本热门话题。今天的话题是这个。嘿，キモい点。キモい就是恶心的意思，所以是キモい点就是恶心的展览会这个意思。这个恶心是怎么样的程度呢？看看这个海报。嘿，哇。大概知道了，不喜欢这些生物的人今天就到这儿吧，我会放一些恶心的照片， OK 吗？好，那现在在看的人要敢看的吗？ OK， 这些这个展子里面有触れ合いコーナー，这个东西就是随便摸一摸恶心的动物的地方，里面可以摸这个生物。嘿，哇，乖，这个是不是被咬了中毒了？我不行啊，哇，已经无法直视了，这是不是蟑螂？哎，谁敢摸它呀？哎呀，我已经受到了一万左右的大气。これ本当無理だ、本当無理。うわ、なんか寒気してきた。大家还活着的吗？我快要死了。还有ゴキブリ皿、ムカデマグカップなどのキモアニグッズも販売予定されており、現場ではこのソフトクリームも食べられるみたいです。简直是虫子控的福利啊！刚挑战的勇者在哪里啊？この展覧会4月8日から5月15日の期間限定で、場所は名古屋パルコ、パルコギャラリーにて開催する予定だそうです。シェホイチュだよ。僕が動画で変なものを紹介すると、たまにここに行ったよと報告してくれる人がいるんですが、まあ、実際それは嬉しい。けれども今回は行っても報告しなくていいです。写真とか絶対送らないでください。わかりましたか？好、じゃあ違うパーティー。変態仮面復活。90年代に週刊少年ジャンプに連載された漫画、究極変態仮面。頭にパンティーをかぶると超人パワーを発揮する正義の味方、変態仮面に変身する男子高校生が主人公のギャグ漫画で、2013年の実写化では興行収入2億円と大ヒット。主役を務めたあの鈴木亮平さんの肉体美がネットを中心に話題になりました。続編はなんと今年の5月に公開される予定で、ネットではもう待ちきれない、また鈴木さんの黒歴史が増えるなどと喜びの声が溢れています。物語は世界中からパンティーが消えるという危機が訪れ、変態仮面がそれに立ち向かうストーリーだそうです。お、お、好。那最后跟我一起说是日本今天的日式这个。もう待ちきれない、もう待ちきれない、もう待ちきれない，以及等不及的意思。虽然我不是变态，可是想看这个电影。好，那今天就到这，这个就我的微博、微信还有这个频道，那明天见，拜拜。